はい、というわけで、ドロップドッグワークス中村克也です。はい、今週のねサブスクリリースの日がやってきました。本日の曲はもう確かサムネでね、今回はちょっと一回もうネタバレしてみようと思ったんですが、全部叶えてる曲です。この曲が第12弾になります。もうアルバム1曲分ぐらいの、間違えた、アルバム1個分ぐらいの、ね、曲数が上がっております。皆さんね、いっぱい聴いていただいてるかな、どれが一番お気に入りですかというところでコメントとか、くれたら嬉しいなと思います。とにもかくにも、第12曲目ということで、全部叶え、この曲は何だろう、結構割と自分が高校生やった時の気持ちを書いてるというか、結構受験頑張ったんですけど、この曲は受験、本気で受験やる人とか、みんなそうやと思うけど、高校球児の子の、その朝練とか努力した結果がどうなる、結びついたり結びつかなかったりするっていうようなことをイメージして、その受験にしろ試合とか大会にしろ、もちろん高校球児だけじゃなくてね、バスケ部とかテニス部とかいろんなあると思うけど、サッカー部とかね、全部言ったら切れないけど、バレーとか切れないけど、そう、全部がこう願いが叶ってほしいなっていう気持ちで作りました。今年 もしかしたら来年再来年だけど、ちょっとこのコロナの影響でもういろんなことが全然どうなるかは見えないから、ちょっと衝撃的な年になっちゃったけど、なんかいろんな形でね、みんなの夢が叶えばいいなと思っておりますっていう曲です。はい、ほんで、今回のアレンジャーさんは、ノップミュージックさんという方です。ピアノを弾いて、ピアノとかキーボードでアレンジを主にしたお二人なんですけど、信念みたいな書いてあったので読ませていただくと、とらわれないフリースタイルサウンド、エキサイティングな精神、そして常にクリエイティブであることっていうのが心情でね、やったらみたいで、なんか舞台だったりテレビ CM だったりアニメであったり、結構幅広いところでアレンジャーとして活躍してはる方みたいです。またね、なんかオーディオマンチャーってやってるホームページみたいなのありますので、そちら上に載せておきますので、ご確認ください。アレンジがね、やっぱそのピアノ重視なんですけどね、前半からずっとアルピアノもめっちゃ綺麗だし、ソロのところで今度キーボードで結構アップな感じのそれを入れてくれて、なんか静と動みたいなのがすごいいいなと思うし、サビのところに薄くオケ、なんかバイオリンみたいなの入ってるんですけど、なんかそういうのがこう重厚感をこう足してくれて、すごいいい曲の仕上がりになっていると思います。ぜひね、皆さん聴いてもらって、よかったらコメントいっぱい欲しいなと思ってて、ぜひねコメントいただけたらなと思います。はい、それではね、聴いていこうと思います。じゃないから、月は前より5倍の汗をかいて進む果てない道、努力は裏切らないわけないぜ、簡単に嘲笑って消える、それでも諦めきれないから泣いてもう一度立ち上がる、駆け出した夢の呼ぶ方へ、全部叶うかいな、願いや夜空流れて、君が笑うかいな、祈りは失う。
山ほどあるぜ。簡単な犠牲じゃないよな。でもこぼれたものはいらないものだけ、あとは全部持っている。朝焼けがキラキラ燃えている。キラキラ燃えている。青春とかやったらこんなでも入るし、なんか高校球児みたいな感じでなんか野球の歌みたいなの入れてもらえるかなっていう気もするし、なんかね思いつくやついろんなの入れてもらえたらなと思います。ほんで、随時アレンジャーもね今まで通り募集してますのでね、ぜひぜひアレンジャーになってみたいなとかやってみたいなって方ね、概要欄のところメールから取っていただけたらなと思います。これからも毎週1曲ねのペースでサブスクリリースさせていけたらなと思ってますので、ぜひね毎回購入やったりサブスクで取っていただいたりしてもらえたらなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。